音声変える切り替えるからな、ヘッドホンにすっから、こいつこっちは準備があんだよ、いきなりな言ってんじゃねえよこの野郎、そのあれちゃんとよ、おい今からなんかすっとんけら小僧が上がってくるってよ、みんな聞いてやってくれ、めんどくせえかもしんねえけど、なんだようるせえなガキこれ、はいはい早く申請出してこいよ、もうあげちゃうよ、うん、そこまで言われてんだから、ああレベル33の配信者上がってこい、ほら上がるほらはいはい、別になんもないんだよ、酔っ払ったから上がったんだけど、何喋ってんだか分かんねえんだよ、ねえ何喋ってんか分かんない、まあシラフだからでしょうね、えシラフだからってお前今酔っ払っちゃってんで上がっただけなんだって言ってんだけど、言ってること意味分かんねえんだけど、でお前のさニューエラーとかさなんか A って書いてあるけどさ、え聞こえてる、聞こえてるよ大丈夫だよ、聞こえてる、その A ってなんだか分かってる、 A ってなんだか分かってるよ、そんなの別になんだか分かんなくても、あどうでもいいんだけどさ、ああだから分かってる食べてほしいね、うん、いやお前さ、なんかいろんなさ、いやお前はやめろよ、あ、わかりました、ね、あったあったなんで、うん、あんちゃんよ、うん、いや、おしゃれだよ、ねえ、うなちゃまおしゃれでいろんな服着てて、俺は毎回結構ね、羨ましいと思ってるし、いや、そう、羨ましいはいいけど、うん、まあ、ただ俺は洋服とか結構好きだから結構見っけりゃ買うんだけど、おしゃれだからね、俺毎回それ分かってるし、でまだ若いんだろあんちゃんよ、いや若くないよ、若くないけどまだ30代だろ、うんうんだね、うん、配信者か、配信やって何年ぐらいなんだよ、配信なんかやってねえよ、もう履歴でバレてるよプロフで、うん、レベルが33だろコミレベお前配信やってなきゃコミュニティレベルな上がんねえから、せやってなくても俺さ33なんだけど一切やってねえんだけど、それお前履歴消してるからだろ、それ言い訳だから、それさ配信で上がったレベルじゃなくてコラボで上がったレベルだから、2年近く配信を休んでる模様、そっかしばらく休んでんだ、ほら全部めくれるんだよ、めくられてねえからとかいいから、そういうのめくられてねえや、全然配信してやってねえから、うん、自体一回もやったことないのね、まあ最近はな、最近はだろ、だから付け加えるなってだから前はやってたけどなーって、うなちゃんとか結構高い服さ毎回着てんじゃん、なあ、いや高くないよ俺のは、そうでもないよ、いやいや高くないって俺は、ムーブとかさそれさ高いんじゃない、今着てるジャケットとかさ、あ、ムーブは安いよ、うん、今着てるジャケット高くないの、いくら買ったのこのジャケット、このジャンパーは、ジャンパーっていうか、ジャンパー、うん、ジャンパーっていうか、ウィンドブレーカーか、ウィンドブレーカーなのそれ、うん、薄いよ、めっちゃ高、うん、それだからさ、今さ、季節的にさ、ちょうどいい、まあ、そもそも着ないんだよね、着ないんだよね、そもそもさ、それを着ちゃってるさ、うなちゃんマンってさ、めっちゃおしゃれじゃね、それさ、なんだっけなんかウィンああだから中間着だろ、うん、だからさあるじゃん、やっぱそういうの意識してさ買ってるわけじゃん、着なくてもなきゃねでいいっていう服だろ、うん、
うん、でもそういうさ、うなちゃんさ、そういう意識してさ、やっぱ買ってさ、ね、今さ、春とかさ、うん、なんかさ、今ほんのだって着れる時期って1ヶ月もねえからな。うん、そういう意識して買ってよけでしょ。うん、秋ってなんだっけ、英語わかんねえわ。秋ってなんだ、オータム、うん、オータムだね。うん、なんかそういうあるわけじゃん。うん、やっぱねえ、お金持ちだね、うなちゃんも。いやいやいや、お金持ちっていうか、ファッションに関してはお金持ちだね。俺は毎回そう思ってるから。でも。俺はね、うなちゃんってさ、ファッションリーダーと思って見てるから。いつもね、ファッションリーダー。これは危険な、なんか誘い水来てるような気がするんだけど。後でひっくり返すなよ。危ねえな、これな。じゃあ、いや、だからみんなそう思って見てるから、このインスタとかさ。そう？よく強い。じゃあ俺前からずっと思ってたよ、ずっと。うなちゃんマンってさ、うん、本当にさ、おしゃれだと思って見てたから、ファッションリーダーと思ってたから。っていうかさ、ファッションリーダー、違う違う、うん、ファッションリーダーっていうか配信者自体が、あの、もう、うん、服のこと考えてねえよ。考えてない。何でもいいんじゃねえの。考えてる、自分だけ、うなちゃんマンだけがずっと。いや、俺は考えてるっていうか、俺ほら外配信基本やんねえから、日常的に外行って人と付き合いがあったりするから、うん、働いたら負けとかいう、ああいうバカティーとか買わねえし、うん、うん、でも他の配信者って面白きゃ何でもいいから、ああいうの着て歩いてんだろう、思っ、うん。だって、俺さ、惑わさないで、ずっと自分の己のファッションを貫いてたりとか、うん、で、今に至るわけじゃないですか、やっぱり。うん。ファッションも。素晴らしいなと思って。うん。どの時代も、やっぱり生きてるうちは、めっちゃ抑えだと思ってますよ。そう、この暑い中、こんな長袖着る普通の人。え、ちょっと待って、お前どこ住んでんだよ。ちょっと待って、今外の気温22度ぐらいだと。今クーラーつけてるけど、クーラーつけてるけど。いや、俺クーラー止めてるけど。マジか。おう、茨城だ、茨城。茨城だけど、うん、うだけど、うん、じゃあ着ないよね、普通に長袖とかね。そんなね、ピッチリしたやつ、暑くてしょうがないよね。だけど、全然暑くないよ、マジで。あ、そうなんだ。え、うなちゃんどこに住んでるんですか。大阪。大阪、ああ、じゃあまた気温が違うんでしょうね、やっぱり湿度も違うし。夜、今22度ぐらいだよ。なあ、坊ちゃん、なあ。コインバッグありがとう。うん。昼はな、28度ぐらいまで上がるけど。夜はもう20度、下手する切る時もあるで。へぇ、うん。じゃあ、うなちゃんさ、あれ、なんかマカチンって知ってる？あの、ニトロマイクロハンドグラウンドの。わかんねえな。マカチン、似てっからさ、ラップしたいんじゃない？ラップしたい、モテるよ、多分、もっと。いや、俺は、その、ラップとかはあんまり興味ないんで。興味ない。うん、なんかさ、そういやさ、ラップで思い出した、なんかなんとかラッパーっていうのが、うん、こんななって逮捕されてたじゃん。ああ、あれか、ベルか、ベル。ああ。ベルでしょ、それ。ああ。あいつ、意外に分かったんだね。もっと年いってると思ってたわ。ねえ、なんかあれだね、フリースタイルの、それじゃフリースタイル。ああ、ほんで、あれだろ、だってぶっ飛ばした相手が、あの、麻薬の密売人ぶっ飛ばしたんだろ。だから刺したとか、左胸刺して、まあ相手、うん、あ、死んでねえから、まあ、傷害罪で、うん、殺人未遂までつくかどうか、立件できるかどうかの話だけど。でも結構、
チャーマンもさ、なんか、うん、バル次元でさ、あれでしょ。でもあれさすがに怖いよね。俺もあの状況になったら怖いし、あれで鍵を開けれるやつがいたら、うん、開けろ、うん、俺は開けれない。俺もあれはさすがにビビるし、あれはね、さすがに怖いわ、うん、誰でも怖いよあれは。梅干し入りですか、ムーナイト、うん、コンテありがとな、見せ物じゃねえぞとか言ってたな。おそうそう、聞こえてた、音声拾ってたな、あれな。ウケるよな。こいつ、佐野さんと話したいだけやんけ。いや、それでもいいんだけど。モンタ、お茶ってありがとう。いや、別に喧嘩とか、ね、しても、なんか、あれだよ、俺なんか弱いからさ、負けちゃうよ、どんなやつでも。いや、俺はだってもう50、今月で4歳になるから、喧嘩なんかできませんし。ああ、うん。だから、ね、佐野さんなんかさ、もう大事にしてやれよ、リスナーさんさ。いや、それを、ワンちゃんが大事にしてやれよと言われて、おう、気使ってもらって悪いなって、俺はとてもじゃねえけど言えねえ。どこ目線っていうか、うん、いいけどな。久子とかさ、あのババ、あの久子のババとかいるじゃん。ババも配信やってっけどさ、うん、久子の ババと付き合ったことあるでしょ。だって付き合ったことないよ。ないの、うん、ただはめただけ、一日止めてもらっただけ。あ、だからあのさ、うん、久子のババアもさ、なんかちょっと幸せにする機会もあってもいいんじゃない今後。誰が、俺がチャーマンの。そうですね。ええー、やめて。もう今後は一切会う機会ないんですか。会う理由がないよ。いや、盛り上がると思うんだけどね。そういう盛り上がり方は俺求めてないから。あ、求めてない。エクソンに頼めやって言われてんの。ああ、なんかこの間なんかね、ツッコミすぎだよね。それ知らないよ。だってエクソンは配信者だから。なんかちょっとねえ、久子さんの枠でその方見かけたことありますけど、うん、いや、結構有名な配信者なんですか。俺、チャーマンぐらいしか知らなかったっす。うん、結構有名だよ。10人ぐらいでいつも放送やってっから。有名ですね、それは。うん。なんか、風俗女とセックスして梅毒移されて、結構有名っちゃ有名。梅毒？うん。俺も梅毒はないですけど、うん、なんだっけ、淋病ありますね、うん、淋病あって、もうしばらくなんかちょっとね、うん、なんか海が出てたりとか、なのに京都行っちゃったりとかした時期がありました。え、ちょっと意味が分かんない。海が出て、でなのに京都に行っちゃったり、で京都に何しに行ったんで、別にいいじゃねえかよ、そんな。大丈夫か？あ、大丈夫です、うん、だからそういう時期があったっていう、うん、なのに、うん、京都に行っちゃったっていう、うん、あ、なんか病気を抱えながらも旅行に行ってしまったと。あ、そうそうです、うん、そういうことね、うん、あ、ありがとうございます。通訳大変だな、俺。強い、大変、ごめんなさい、頭が、うでも、暑くないですか、本当に。めっちゃ暑そうで、苦しそうで、なのに、安心してるチャーマン。暑くないよ、全然。暑いでしょ、どう考えても。だって窓開いてるから暑くないよ。え、俺だってクーラーつけてるのも暑いよ。だから自分だけだよ、それは。自分の感覚で物考えちゃいけねえよ。
うん、俺だってバカ、ね、バカじゃねえんだから、あつきゃな。あ、チャーマーみたいなレジェンドは違いますね、やっぱり。レジェンド、そういうことじゃないから。うん、もしかして突死は太ってるかって聞かれてるよ。うん、デブだよ、デブ。そっか。いや、文句じゃないんだよ。いやいや。YouTube 載ってっからさ、調べてもらえばいいんじゃないの、普通に。頑張れよ。別に関係ねえよ、別に。いやいや、いきなり喧嘩腰ってか、別に、なんでデブがキーワードだったの、今。うん。あの関係ねえから、別に。いや、別にそんなデブでもねえから。あ、そっか。あっても、うん。うん、どっちかっつうと俺今痩せてる方だから、うん、あ、そう、あ、現状はね、うん、うん、どっちかっつうとね、俺は人生生まれてこなかったデブって言われたことは一度もないからな。あ、そうなんすか。あ、でもそうでしょうね。うん、もうガリガリのイメージがありますね、チャーマンは。チャーマンは。ちょっと待って、ちょっと待って、まあいいや。結構やっぱり発信やられて結構長いじゃないですか、やっぱりチャーマンさんって。今月で20年になるけどね。うん、で結構なんかそういうね、やりとりとか結構長々と見てきたわけなんですよ、俺は。俺なんてものは、うん、うん、で、の中で、なんか 俺みたいなものが普通に喋っていいのかと思ってて、うん、ずっとその気持ちで今喋ってるわけなんですけど、うん、うん、だけど本当レジェンドでしかないですね、やっぱりチャーマン。そう、うん、うん、レジェンドですよ、どう考えても、うんうん、で、その俺はね、そのニューレかぶっても絶対シールを剥がすんですよ、最近はね。あの、うん、ニューラかぶっても絶対シールを剥がすタッチなんで、うん、だけどそれだから、うん、それは自分の好きでいいんじゃね。うん、うん、だからやっぱりそのさ、そのシールを剥がさないっていうのはやっぱ黒人の文化であって、うん、黒人っていうのはやっぱりその神秘に見せたいっていう文化があったんです。そのタ、買ったものタグとか絶対剥がさないんですよ。それから始まったんですよ。あの服とか靴とか全部タグ剥がさない、うん、それ帽子も剥がさない、うん、でそのシールも剥がさない、うん、ここから始まった文化であって、だけどそれを未だ続けてる、うん、あのちゃんはストリートだと思ってます。ストリート、マジストリート。ありがとうございます。まあまあ、じゃあまあまあ頑張ってください、はい、わざわざ夜中に抗ってくれてありがとうね。はい、はい、いいよ。はい、まあまあ、うん、俺の YouTube を見ろとか言ってたけどね、多分見ることはないと思います。頑張ってください。いや、倍名にならねえだろと120人しか聞いてねえだぜ、おい、これ、うん、なあ、こんな俺んとこに上がってきたってな。まあまあ変な話、ちゃんまんとこ意外とクラブ拾ってくれるんじゃねえぐらいに思われてたかな。まあまあ喧嘩腰じゃなきゃ俺あげるけどね。うん、うん、なんか普通に話してくれれば、うん、まあまあ暇つぶしだろうな。忙しかったら上がんねえからな、それは正解だよ。もう用事過ぎてんじゃんかよ。今日は1時間、チャビン、こんばんは。1時間ぐらいで終わろうかな。
そうだよな。4時半前には終われるからな。うん。ああ、でも、いちこもあと1本、後で買ってこようかな。うん。買っときゃ明日買いに行かなくていいし。お眠ではないけどな。うん。じゃあね、俺今裏で朝まで生テレビ録画してんの。だからちょうど枠切った後に今度朝生を頭からずーっと見ようかなみたいな。うん。そんな感じです。うん。コンビニで買うよ、吉田ちゃん。だって57歩でいけるから。うん。ファミマ。いいだろ。タバコも、酒も、氷も。なんでもかんでもファミマだよ。便利。リアトツマチがあったら行きたいです。いや、いいよ俺のリアトツマチが、うん、1234だから、それ買い物のものの数字だろ。いいんだっつうんだよ。1が1個、2が6回数、3が淡麗グリーンラベル、4がタバコ。うるさいよ本当に、うん、今日の討論は日中国交正常化50周年がテーマかな。うん。まあ、そらおはよう。さっきコメント拾えね、あの、コラボやってたから拾えなくてごめんね。ちゃんと確認はしてるから。ありがとう。自分は走って10秒でセブンイレブンあります。俺はさすがにこっからエントランス出て走っても10秒、以上はかかるな。15秒ぐらいであればいけるけど。それかもしくは途中でつまずいて膝ヘッドスライディングするかもしんない。まあさんおはよう。うん。もう嫌だからね。走らないよ俺は。悪いけど。もう膝スライディングはやりたくないから。うん。もう痛いんだからもう。膝スライディングは。アスファルトの上でやだよ。よし、もうそろそろ終わっとっか。てててててれてててててれ。もしかしてさ、今日も俵ちゃんのお気に入りの三浦瑠璃ちゃんが出てんのかな。歩いて5分圏内でセブ、ローソン、ファミマ、ミニストップあります。もうさ、都会か。俺んところはあ、でも俺んところはファミマが2軒、セブ入れが1軒の、ローソンが1軒、あ、うん、ファミマが1、2、3軒、4軒、ファミマが4軒あるんだよ。セブ入れ1軒、ローソン1軒、かな。ああ。やったらよ、この近所よ、ファミマ乱立。コフクロン。トマジュー、トマジューじゃないんで、野菜ジュース割りだから、あれは。うん。シュウ君、お茶店ありがとう。まあ、でもな、コンビニというものはですね、
コンビニがもしもこの世の中から消えたら、ちょっと世の中の流通というか、なんか変わってくると思うよ。うん。革命的だったからね、コンビニエンスストアっていうものができたのが。俺がな、何歳、小学校6年ぐらいかな、まず一発目セブン入れが始まった。本当にセブン入れムって朝の7時から夜の11時までしか空いてなかったんだよ。だからセブン入れムだったんだけど、だからそれから何年か後に24時間になったんだよな。うん、もし南海トラフ来たらコンビニ、まあもう商品はなくなるよ確実に。うん、そうそうそう店長な、まあ確かにコンビニの周りって出たり入ったりでな、うん、もう一杯飲んでいいですか。いやいいよ飲まなくて、俺もう終わるんだから、うん、そうなんだよ。まああのファミリーマートとかもあの自動ドアのさ、夜はあれさ音楽切ってたよな、ファミファミファミマファミマミマみたいなの、あうるせえっつって苦情が多くて、今昼間でも切ってんじゃねえかな。うん、うん、もう今日はよこんなもんで飲むのはやめと、あ、まあ、うん、やめとっか。うん、ね、またね、俺が枠を開けて気が向いたらみんな遊びに来てね。大した話はできねえけどよ。うん、あ、その店内に入んなくてもいい？あれさ、店長さ、元タバコ屋がコンビニになるとそういうの残してたりしてたよな。ばあさん一人座っててな。ああ、24営業の、ああ、ドラッグストアね。ああ、そうそう、だからタバコ屋か酒屋がコンビニに鞍替えすると結構強いよな。うん、いやいいから、まだしてじゃなくて、俺だから録画見るんだっつうんで。今日だって、あ、開けなくてもいいかなと思ったんだけど、まあ、もうちょっと飲もうかなと思ったから、あ、開けただけだって。うん。まあ、俺の場合は時間ギリとか、こう、数字で、あと残り何分とか、そういうの気にしないタイプなんで。うん。じゃあ、これにて終わります。皆さんありがとうございまして。また次役やるときは気が向いたら顔出してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あらす。